今までの動画では粘土のみを使って、模様を作ったりしてきたんですけど、今回の動画ではこのパステルを使って粘土に色付けをしていきたいと思います。あんまり絵を描く道具について詳しくないんですけど、まあ、パステルの中でも種類があって、ソフト、ハード、オイルパステルがあるらしいんですけど、これはハードパステルです。淡い色付きなので、こういうもともと発色のいい色の粘土だとちょっと見づらいので、今回はこの白にのせていきたいと思います。実は私もそんなにパステルを使ったことがないので、後半はちょっと実験的な動画になるかなと思うんですけど、まずは基本的なやり方を説明していきたいと思います。好きな色を選んで、こういうふうに削って出た粉を筆を使って粘土にのせていくんですけど、こうやって削ると粘土についちゃうので、ちょっと離れたところで削ることをおすすめします。今みたいにランダムに好きなように色付けしていくのも楽しいんですけど、こういうのがあればこう置いて色付けすることもできます。でこういうのがなければ、自分で紙で作ってみても面白いと思います。ちなみにこれはクッキングシートをただ破いたやつです。
ここから私も未知の世界に挑戦です。このプレモのわさびを使ってリンゴを作りたいと思います。今日はこんな感じでパステルを使って色付けしていったんですけど、結構こういうもともと淡い色をのせた方がそのままの色が出るかもしれません。この青とか緑、この濃いやつだと結構薄くなっちゃうので、でももともと薄いやつは結構同じ近い色が出るかなと思います。でこの辺は全部クレイに色をのせてったんですけど、混ぜることもできます。混ぜるって言ったんですけど、クレイに混ぜ込んでいくっていう意味ですね。じゃあ実際やっていきます。